参院選、自民党の構造がよく見えるんだ。自民党参議院議長やってた伊達さんが安倍さんのこと話している。2016年の参院選の時、後輩議員宮島の票が足りないと言ったら、安倍さんはすぐ統一教会の票を回してくれた。今年の参院選、また安倍さんに頼んだけれど、安倍派の執区信者の井上義行に統一教会の票をやるからダメだって。安倍が統一教会の票をすべて自由に差配しているわけだ。2019年の広島選挙区1億5000万円の札びらが広島中を飛んでいたんだ。もちろん自民党の最高まただオール広島が動いたんだ。自民党現職の溝手を失脚させるために河井案里を擁立し1億5000万円をばらまいたんだ。安倍は溝手に批判されたのを根に持って自民党の本部の金をいくらでも動員する。どうだい？統一教会も広島選挙区も安倍が好きなように差配していることが分かったろ？河井夫婦は妻の案里は自殺を図る始末。河井夫の方は豚箱刑務所に収容されている。숨지라니